港神戸のシンボル、神戸ポートタワーが今年4月のリニューアルオープン後に来場者10万人を達成し、記念のセレモニーが開かれました。神戸ポートタワーは2021年9月から耐震補強工事などのため営業を休止していましたが、改修を終え今年4月26日にリニューアルオープン。リニューアルから49日目の今日、来場者10万人を達成しました。10万人目の来場者となったのは神戸市に住む家族連れで、記念の盾などが贈られました。4年前来た時に、まあ、神戸来たてだったんで、なんかもう、まあ、観光名所じゃないですか、有名なところで2人で写真を多分ここで撮ったんですよね。それでまた子供が出て3人で来れるっていうのはちょっと感慨深くていいねって言いながら帰ってきたら10万人だったんで、めちゃめちゃ記念になったなって思って、います。2020年の年間入場者数は11万5千人でしたが、リニューアルオープン後はおよそ1ヶ月半で10万人を突破するハイペースとなっています。年間の目標で言いますと45万人は行きたいなと思ってました。で、さらに上を目指せば60万人行けたらいいなと思ってましたが、一応それを上回るペースでは来ている。また今日は108メートルのタワーの高さにちなんで、先着108人の来場者にポストカードが配布されました。